さんおはようございます、今城です。今日はですね、これ皆さんちょっと見覚えがある方いるかもしれませんけど、一番最初にですね、私がですね、チャンネルを立ち上げた時から小事故ルート富士山ですねになります。この今ここは2号目ですねになります。今日はですね、ちょっとここから小事故ルート第2弾というか、ちょっと一部リベンジを兼ねてですねやってました。ということで、マスクで小事故ルート富士山登山道です。よろしくお願いします。はい、ただいま5時5分ぐらいですね。では出発しますね。前この下からずっと小事故歩いてきたんですね。おっ、そう、なんかいきなり前の方倒木ですね。ここへ来た理由はですね、ちょっと前回3号目から右へそれて船津口登山道へ行ったんですね。ですので今日はちゃんと5号目まで最後まで小事故行ってみたいと思ってますので、ちょっと補足ですね。はい、ここから259分ですね。4時間ってところですか。鳥のさえずりが癒されますね。今日ちょっとまた午後がですね、今晴れてますけど雨予報なんですね。前もそうだったんですよね。なのでちょっとまたどっか途中で引き返すかもしれません。その時はごめんなさい。またどうかな。今日はなんか道塞いでる木が多いです。なんか向こうの方が荒々しい景色ですね。いやだ、すごく荒々しい景色、わかりますかね。今日ちょっと早めにシリコさんに変装しましょう。では、これからスバルラインのガードですね、ここですけども、くぐります。5時、もうすぐ50分ですね。ちょっとここからですね、多分人が歩いてくるかもしれないんで、ちょっとマスクしましょう。布マスクですね、もうシリコさんマスクしてますので。前回ちょっと雨の中を歩いたところですね。かわいらしい花がいっぱい咲いてますね。シリコとどっちが綺麗ですか。
そうそう、はい、見ました。これ現在と間違ってるんですね。ここですね。それでは5時50分です。スタートします。そうそう、まあ、どうでもいい話かもしれないですけど、なぜ早々にこう変装しちゃったかというと、実は今日このシリコさん2っていうあたり買ったマスクと、それからネオシリコさんと2つ見えるマスク持ってきてるんですね。これがですね、実は結構重たくて、このシリコさん2マスクなんか1キロ近くあるのかな。2つ合わせて2キロリュックに背負ってると重たいんで、もうかぶってた方がちょっと楽なんで、もう肩が、今日は食料と水と、だから雨予報ならカッパを入れてますんで、結構な荷物ですね。はい、まあどうでもいい話ですね。またトンボクです。冷えたってきましたね。例えば6時ちょうどですね。これが確か3号目ってもうすぐだったと思いますね。3号目ってちょっと暑くなってたので上着脱ぎます。一瞬道どこだと思ったんですが、実はここですね。倒木ですね。最近倒れたんですね。ちょっと危険ですね。ゲートがありました。通過します。ということはもうすぐそこかな。ちょっとやっぱり荷物が重たいんで今日は、あ、見えてきました。ちょっと休憩して少し食料減らしましょう。お腹に詰めてみましょう。ただいま6時5分、散歩の広場です。眩しいですね。ちょっとこっち側ですね、障子口ですね。前回ですね、ちょっとわかりますか、向こうあっち船津口の方行ったんですね。なんだっけ、奥にはっていうとこ来たかったですね。ということでちょっと一回ここでちょっと休憩します。それでは出発したいと思います。ただいま6時20分ですね。まあ、あっちの方から来ましたね。じゃあ今日ここからがいよいよ本番になります。ここまでは復習でしたんで、ではここから、フィメールマスクかかってますね。マスクで障子口登山道2ということで、3号目から5号目ということになります。これまだ2時間以上かかるんですね。はい、また倒木ですね。いきなりです。登りのこういうイベントはこのシリコさんだけですけど、帰りですね、また書いといて中の人 X に答えしてやろうかなと思います。でそっちの方を楽しみにしていらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますけど、今シロは、あ、シリコはですね、もう至って真面目なんです。ちょっと、まあ、少しだけちょっとこうチャラつけてるという感じですね。荒々しいですね。こっちまた倒木ですね。立て続けに倒木ですね。じゃあ今週またコンタクト入れてるんですけど、これ実は伊達じゃなくてですね、恥ずかしい話なんですけど、というか中の人 X なの、ちょっと年そこそこ行って目が悪いんですね。なので度が入ってます。あ、そうそう、それとそれで思い出しました。数少ない視聴者の皆さんで嬉しいことにですね、ご一緒したいっていうコメントをいただいた方いらっしゃいまして、本当にありがとうございます。もし本当に私でよければ
あとこうやってハイキングしてもいいかなと思いますけども、お、ちょっとそう言ってたらえらい難所がありました。突破できるかな。なんかまだ最近倒れたばっかりですね、これきっとね。だから全然手がつきついてない状態ですね。あ、そうだ、そう、また本当に私よろしかったらまたちょっと こんな私ですけども、一緒にまた歩く機会とかあれば、ちょっと実は恥ずかしい感じなんですよ、もう一つ。はい、ドンキドみたいなのがありますね。今6時45分ですから、歩き始めて25分ってところですね。こっちはですね、やっぱり30分ずっと歩いてますけど、道広いですね。よいしょ、前見せようかな。車が通れるようになってたんですかね。ですので傾斜もきついっちゃきついし、緩いっちゃ緩いみたいな、車で上がれなくもないような道ですね。石畳になってますね、少し。多分その名残ですね。あと看板も見えてきましたね。スバルライ右、まっすぐ行っちゃダメなんで。あと101分って書いてますね。こっちのどこ行くんでしょうね。なんか谷筋のようなとこ出てきましたね。今6時50分ですね。よいしょ。ちょっとよくこけるんですよね、撮影してると。おお、なんか向こうの方がちょっと削られてますね。雨が降るとこ、どしゃ降りになると思って大変なんですね、こことこね。さっきの分かれ道、ここへ来るのかな。そういえば、よいしょ。ここは車さすがに通れませんね。どっか別ルートがあるんでしょうね。谷もあったし。いや、倒木が多いです。これはそうですね。全体に道幅が広いので、倒木があっても多少くぐれるんですけど、確かに船津口は確かにちょっと前の記憶ではなんかかなりしんどかったですね。もっと多かったですもんね。あれどっちだ、道がこっちと、こっちは多分こっちでしょうね。これ明らかに右側が元々の高さだったんでしょうね。ここ見るとですね、だいぶ掘れちゃってますね。こちらから来てます。何やらバラックというか潰れた建物があります。7時15分ですね。三合目広場から歩き始めて1時間ぐらいですか。なんかあまり変化がない道が実際は続いてますね。なんか山越えでもあったんでしょうかね。今ですね、ここちょっと地図で調べたらですね、どうやらここがどうも4合目の跡みたいですね。ここからだいたい1時間ぐらいで5合目まで行けるようです。はい、本当にもう、よいしょ、断崖ですね、なんかね。
それでは出発したいと思います。ちょっとここで5分切りましたね。35分ぐらいですかね。ちょっと景色あったと思ったら違った。なんだ、カーブしてるだけですね。これどういう作りなんでしょうね、これ。よいしょ。ちょっと休憩します。もう少し歩いたらちょっとそろそろ今資料に戻りたいと思いますね。なんか前回と同様になんか少し天気がこう怪しくなってきました。なんか今日もというか今回もか、ちょっと正直は富士山がこう拝めてないかもしれないで、こういう散策道だけの話 でしかも帰りそういえば中の人で遊ぶ時間もできないかもしれませんね。まあ、雨がかかってからかもしれません。ちょっと今車の音がしましたね。もうすぐ8時ですね。もう何回かこうつづら折りの道を歩いてます。ゆうこさん、お疲れ様でした。それじゃあここからあと今週ですね、というかほんのちょっとですね、今週出番がですね。あ、なんかもういきなりもうゴールかな。なんかちょっと雰囲気がかかってきました。今も少しなかんかもしれませんね。今少しました。今8時15分ですね。階段みたいになってましたね。もうすぐゴールかな、そのような気がします。あ、ゴール見えてきましたね。富士山見えるでしょうか。ああ、霧の中ですね。
残念でした。8時15分でした。